プットスイッチだね、これね。こういったアンプを買うとついてくることが多いんですけど、このなんかリバーブのオンオフとかをこう足元でカチッって言ってやるやつですね。泣かせますね。いっくん TV ご覧の皆様いらっしゃいませ、伊藤一郎です。さて、前回ですね、このレゴのギターですね、ストラトキャスターモデルをちょっとこの作ったんですけども、どうですか。すっごいよくできてますよね。で、そのこれを私がね四苦八苦して組み立てている間に、実情をばらしますと、スタッフさんがこのねアンプをじゃあ作っときますよって言ってくれたんですよ。じゃあいいっすかっつって作ったんですけど、なんかこの説明書を見るとパーツの数がねアンプもね超たくさんあるんですよ。で、おかしいなと思ってみたら、こういうねギターやってらっしゃってアンプいじったことある人だと分かると思うんですけど、アンプ内の構造もなんかレゴブロックでね、なんかすごい細かく再現できるらしいんですよね。で、これだから僕この写真見ただけだったんで、これ箱だけじゃないのみたいな感じで、まだこんなにねパーツの点数が残ってんで、これ僕からするとこの箱の中にこういうなんかねアンプの細かいディテールをねこうレゴで再現するって、それ超大変だと思うんですけど、そっちの方がねなんかすごいんじゃないかなと思うんですけど、このパッケージにはそれを主張するねなんか物が何も書いてないんですよね。すごい外国っぽいですね。ということで、ちょっとまだこんだけパーツ残ってるんで、これの続きをね今日やりたいんですけど、こう今日めちゃくちゃ天気いいんですよ、外で。よし、天気いいからじゃあレゴを作っちゃおうっていうね回になります。よろしくお願いします。これそうですよね、このね組み立ての説明書を見てもギターが完成した時点でまだ半分以上ページが残ってるんですよ。だこれはすごい点数だよな。このてっきりね箱型だけ作って中張りぼてだと思ったんですけど、違うんですよね、うなりますね。これも結構見た感じで、ああこれじゃないみたいな感じでやってると必ず間違えちゃうんで、一応ねこれを見ながらねやっていきたいと思います。で、このデカールというかステッカーを貼ると、フェンダー書いてありますね。まあこれで完成ではないんですけどね、こうフェンダーちょっとモチベーションが上がってくるじゃないですか、はい、裏のちょうどこの辺りですかね、今作ってるのはね、スピーカーらしきものをマウントすこう乗せるあたりですかね。細かいですね。で、これを裏にガッチャンコすると、この向きかな。よし、よくできてんな。これがス
ピーカーの部分みたいですね、この丸いパーツが。このスピーカー自体のレゴブロックを組むっていうのもなかなかねないですからね、スピーカーです。これが多分プラスマイナスの端子じゃないかな、スピーカーの。すごいね。でこれをマウントすると、はい、スピーカーマウントできました。このこっちから見るとね見えないのがちょっと残念なんですけど、こういうちゃんと中にスピーカーのディテールが出来上がって、はい、すごいっすね。あ、このアンプとかについてる電源のトランスっていうところですね、これ。まあ細かいね、はい。これはね、フェンダーのこの形のアンプって、このいわゆるアンプ本体をこう、アンプ本体がこういうシャーシに組み込んであって、それをスピーカーキャビネットにいわゆるビルトインしてあるんですよ。なのでこれは音を出すアンプの、まあ、中心部ですかね。まあ細かく作ってありますね、これね。おそらくまあアンプの内部なんでいろんなね電子パーツが組み込んであるんですけど、それをこうカラフルに表現されてますね。これをねこのもっと売りに押した方がいいですよね。これはもうギターやってる人だったら、おーすごくよくできてるなっていうと思いますね、はい。今気がついたんですけど、多分ここにね真空管をこう刺す場所があるんですよ。ここですね、ソケットみたいなところかな。これが真空管みたいですね。こうやって刺してあるんですよ。いろいろ種類があって、そのパワー管とか整流管とかね、なんかこうやって、まあ向きはこうやって下から刺してあるんですけど、なんか一気にあギターアンプ作ってるんだなっていう感じになりますね。細かいね、しかし。はい、真空管の部分がねできました。これね1個だけねすごいなと思ったのは、1つだけ端っこだけね電源入れて赤くなってるんですよ。熱くなってるんです。すごいですね。あ、それでマウントしろと、はい、入れ、入った、ビルトインできました、無事。いやこれすごくないですか。ハリボテだと思ってたんですけどね。いやすごいな。でさらに、積んでいくのか、これを、はい。次はこの表面のパネルの部分ですね。フロントのコントロールとかかな。レゴはね。スターウォーズのシリーズが結構出てるんですよ、レゴで。で、X ウィングっていう戦闘機があって、それも結構作りごたえありましたけどね。子供が持ってるやつを難しいところを手伝ったんですけど、ただねこのねもともと
ほら造形細かいじゃないですか。ここまで細かいの初めてかな。このちっちゃいパーツたくさんありますもんね。これはね作りごたえありますよ。あこれ今初めて分かったんですけど、こうボリュームとかトーンとかのつまみのポットですね、可変ってこう裏側から今見てるんですけど、細かいですね本当にね。これが電源のライトですね。これがつまみノブ。あやっとパネルらしきものができてきました。ここがこうギターのアウトプットをアンプに挿すインプットのところですかね。はい、これをガッチャンコします。ここはそのままはまるのかな。はい、フロントパネルがはまりました。こうやってちょっと斜めになってるんですよね。こう操作しやすいのでね。はい、ギターアンプとしてはもうかなり完成に近づいてますね。でもパーツはまだたくさん残ってるんですよね。ということで、ここがこのパネルの上の部分ですね。これハンドルの部分だ。こう持ち運びのね。はい。さあ、つくかな。見せて。これはスピーカーケーブル。こんな感じですか。はい、これでフェンダーのアンプにはよくこのスプリングリバーブって言って、バネを使ったリバーブがついてるんですけど、そのなんかね部品がこうやって再現されてますね。スプリングのリバーブの入り口と出口をつなぐと。はい、ここに行きますね。はい、おお、はまりました。いやよくできてますね。はい、このなんていうんですかね、下の裏蓋のところですね。はい、いやこういう構造になってますよ確かに。裏側はもうこれでほぼ完成ですかね。はい、で足をつけろと。
それは何でしょうかね。フットスイッチだね、これね。そのアンプを、こういったアンプを買うとついてくることが多いんですけど、なんかリバーブのオンオフとかをこう足元でカチッって言ってやるやつですね。泣かせますね。はい、これをだからアンプにつなげるってことですよね。こうしてよっ。これがケーブルですね、はい、でこれもまたね、趣がありますね。このギターのアウトをね、こうしてで、アンプのインプットに打ち込むと、はい、はい、どうですか、これ完成しました。やっぱ作り終えるとね、すごい充実感がありますね。これ私想像してたよりも結構存在感があって良くないですか。これお部屋ね、飾ってたら結構ワンポイントになりますよね、この赤とかね。はい、ぜひですね、この楽器好きの方、そしてレゴマニアの方、手に取っていただきたいと思いますね。こちらのね、サッシもなかなか楽器のカタログみたいによくできてます。ぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。はい、今日はありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。